は、大人と違って最初から、歯科医療、を、簡単に受け入れるわけではないです。やはり、お子さんによってはなかなか、診療台に乗ることもできないお子さんもいらっしゃいます。一木歯科では、無理やり診療するのではなくて、その人自身が納得して診療を受けるように、時間をかけて、場合によっては1年ぐらいかかることもありますけれども、その子自身がトラウマにならないようにまず心がけています。で、お子さん その予防する上で大事なのはやはり、ご両親、特にお母さんの、力が大きいと思います。小学校の、前半ぐらいまではやはり、仕上げ磨きを、お母様、お父様がどちらかがやっていただきたいと思いますし、まあ、定期的に歯科医に来ていただくことも大事ですし、子どもの時からのやっぱりその食習慣であったりとか、おやつの与え方であったりとか、そういうことが大事になってきます。一木歯科では、お母様方に、ツールを使いながらそういう、気をつけるポイントについて、ご説明して、お家でしっかりケアできるように、サポートを